たんですか。どうも。そろそろタイの稽古を始めようと思っていたところです。近藤さんの命で僕は新選組の一番隊を任されまして、大使一人一人をもっと鍛えていこうと考えています。先の池田屋での取り物は完璧とは言えませんでしたからね。よければ稽古に付き合ってくれませんか。あなたと立ち会えば大使たちにはいい経験になると思うんです。感謝します。では早速始めましょう。これより一番隊の実戦稽古を始めます。決して手は抜かないように。お相手します。そんなざまで一番隊の大使は務まらないぞ。さすがあの沖田さんが認めた人だ。腕で切るな、体で切れ。お願いします。新入りですが勝つ気でいきます。まだやれますよ。さて、いい位置を入れましょう。付き合ってくれてありがとうございました。今回の稽古どうでしたか。ええ、相変わらず面白い立ち筋です。前じゃなくて横から見るのも悪くないですね。申し遅れました。自分は井上凛太郎です。高額のため一つ聞かせてください。あなたは随分と腕が立つようですが、日々何を思って剣を振るっているんでしょうか。おお、私と同じです。私は所帯持ちで子供が二人いるんです。近頃京都は何かと物騒ですから、神さんと子供を守りたくて新選組に入りました。ではそろそろ稽古に戻ります。大切な人のためか。江戸の道場にいた頃を思い出します。近藤さんに褒められたくて、土方さんに認められたくて、
僕は剣を振るっていたものです。そういう存在がいてこそ人は強くなれる。あなたにはそんな相手がいますか？沖田総司ですね。宮部先生の仇取りに来ました。こいつはただ者じゃない。皆は下がってください。僕たち二人で相手をします。このまま皆殺しといきましょう。私の狙いは沖田です。邪魔をしないでください。今日のところは引きましょう。ですが新選組に死に場所は与えない。一人残らず犬死にさせます。助太刀ありが…失礼しました。よく覚えていますね。とにかく心配はいりません。気にしないでください。おい総司、一体何があったんだ。一番隊が稽古をしているという話だったが。おそらくあれは川上玄斎でしょう。宮部定蔵の仇を取ると言って襲ってきました。噂に聞く倒幕派の人斬りだな。とにかく無事でよかった。我らには厄介な敵が多いが、掃除がいれば何の心配もいらん。沖田さんのさっきの技すごかったです。あなたの助太刀のおかげなのに。でも仲間に慕われるのは悪い気分じゃないですね。